はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン村松文彦のフラワーレッスンで、今日は、前回ねワイルドフラワーを作ったと思うんですが、今回はあのリボンを使って、あのなんかこうおしゃれなエレガントなデザインをしてほしいというリクエストをいただきました。で、今日はあの今回はこのおしゃれでしょね、このエレガントな、すごくこうワイルドフラワーっていうのはすごく強いあの色、あの強いこうカラーですね。まあ見ていただくと、こういうようなセルリアとか、これからバーゼリア、こういうのはありますけど、それからこのワックスフラワーね、よく今あれですけどワックスフラワーとかそういうのがありますけどね、それからあとこれ、セダム、あ、ヒューケラ、ごめんなさい、ヒューケラをこういうにして、こういうのを使ってちょっとデザインするんですが、まず、それに対してちょっとエレガント、この色使いでエレガントにしたらどうだろうというね、昔あの前に、リボンブーケやったことあるんですが、あの時は単色な、リボンでした。今回はこういうようなエレガントな綺麗なリボンを使います。ちょっと見てください。こういうふうにして、ね、2種類のやり方があります。こうね、バンディングのところにやるのと、それから中に入れ込む。ですからこれ、今回はこれをこうにして切っていただいて、もうこうにして、2種類こうにしていただいて、でこれでワイヤリングする、こういうやり方ですね。でやはりあのブーケですので、こうにしてワイヤリングしてね、そしてフローラルテープでここをこうにしてまいります。フローラルテープはいつも言いますけど、グッと伸ばして粘着性がありますのでね、使ってください。こうにして、で必ずこう伸ばして使っていただく。それで慣れている人はこうやって回しながらね、回しながら、実はここで引っ張ってるんです。こうにしてね、回しながら引っ張って、こうにしてこう見てください。こうにして引っ張ってやるという。これもね、慣れてる方はあれですけど、慣れない方はあれです。あのなかなかあれですけど、何回も使っあのデザインしてあの。あのやっていただければ、ワイヤリングテーピングしていただければ、慣れてくると思います。それからもう一つ、今はこういうような2つループをこう作ったのを使いました。もう一つはこういうふうにして、この裏表がありますので、こう表にして、でここに出すと、こうにして、で私はあのもっと3つループを作りたいとか、4つループを作りたいとか、もっと長く、これの長さを長くしたいとか、いろんな使い方があると思います。でリボンにもいろんなリボンがありますので、そのリボンに合わせていろいろ使っていただくと面白いかなと思いますけどね。アレンジメントなんかにも、もちろん今日は花束を使いますけど、アレンジメントなんかにもいいと思います。こうにして、でテープをテーピングしますね。こうにして、慣れてくるとこういうふうにしていきます。それで、慣れないと一生懸命あのここをこんなのってこっちの方で巻いちゃいますけど、こういうふうにしてやってやると、きれいな形にこうなあのテープが使えますので、こういうふうにしてやってください。さあ、こんな感じで出来上がりました。これはどちらかというとですね、バンディングポイントした、あと後ろ側のこの、下の面にこうやってあの何枚も使っていただくと綺麗だと思いますね。まあ、今日はこういうリボンの使い方があるというので、ちょっと見てもらいました。さあ、じゃあこんな感じで、で前もって作ったのがありますので、これをこういうふうにしてデザインしていきたい。それからあとテッセン、テッセンなんかこんないっぱいありますので、ここはこうやって枝を取りますね。こういうふうにして枝を取ります。そしてこういうところをこう上から下、上から下へこうやっていただくとあれですね、間違えてね、こんなところ持ってやるとね、折れちゃいますので、それだけ注意してください。花の使い方ね。でこうにして、これも多いですので、こうにして上、こうやって上を持って、これも上を持ってこうにしていくと。さあ、こんな感じでこう出来上がりました。これが準備です。それからセダムなんかもこう葉っぱをね、バンディングポイントがあります。だいたいこのぐらいの大きさですけど、バンディングポイントより下は全部取るということ。それからアジサイも、これもね、日本の最近日本の皆さんがこう作ってきています。時期的には今の時期はありませんけど、こういうふうにして生産者が作ってます。これは輸入ですけどね、セルリア、こういうのをちょっとこうやって葉っぱを下を取ります。
それからワックスフラワーはもうどちらかというと海外から来てるやつですね。サウスアフリカとか、僕もあのサウスアフリカ行った時すごかったですよ。もう本当にね、すごく綺麗でしたね。喜望峰のすぐ近くにあの公園がありまして、あのテーブルマウンテンというところに、その下のところに植物園がありまして、そこの植物園もすごく綺麗だったのを覚えています。それからこれをバーゼリア、ね、バーゼリアもこういうふうにして、全部こうあの汚いところ、汚いっていうのは失礼、枝があるのを取ってください。こういうふうにして、こういうの痛いですので、こういうふうにして見えますか、こういうふうにして、ね、でこれバンディングポイント、このぐらいですね。だいたいバンディングポイントの下、これもそうです。こういうふうにしてこういうところ、こう手を気をつけてくださいね。さあこんな感じで入りました。あとユーカリは全部こうやってだいたいこのぐらいで取ってください。まあこんな花材を使って今日はデザインしていきたいと思います。まず一番最初に、花束を作るときにはこういうような、おあこれもちょっとね痛いですね、こう取ってください。さあそれで先ほど言ったようにこの中にこういうように入れ込んでいきます。はい、じゃあ実際的に作っていきますね。アジサイとバーゼリア、バーゼリアもちょっとねこれだいたいここがバンディングポイントですので、バンディングポイントより下は葉っぱを取るということ、ね、っていう、このアジサイも綺麗ですね。それからこうして、して、でこのテッセンも、ベルテッセンもこうにして、入れ込んでいきます。で向きも考えてやってください。それからね、セダム、ね、今の時期セダムすごい出てますので、こういうセダムを入れ込みながら、でこのリボンを入れることによって本当にエレガントになるんですよ、ね、ですからあのこういうのをうまく利用して、リボンをうまく利用してやっていくと綺麗ですね。で回しながらいろんな角度を見ながらこうやってやっていきます。でこれなんかはこういうにしてやるとバンディングポイントがここら辺になっちゃいますよ。ここでこういうような形で作っていればいいですね。こういうにして、ね、さあどうでしょうか。こういうね、リボンを入れる、綺麗ですね。で、あのこれなんか昔僕はあのリボンブーケをあのちょっとやった時に、ドレスに合わせるとか洋服に合わせて作ってほしいという、お客様からのご指名をいただいたときに、そのお客様に似た、リボンを使ってあのリボンを使ってやるとすごくこうおしゃれでエレガントな感じになりますの でこうやって上からもこう、さあ見てください、こうこうなんていうのは失礼ですね。あの生徒さんによく言われるんですよ、こうっていうのはあまり良くないですねなんて、ね、僕も分かってますけど、こうですっていう、ね、こんな感じっていうのがついつい、ね、出てきまして、さあこんな感じでこれが、バーゼリアですね。バーゼリアも綺麗ですね。それからこのユーカリ、どうしてもこう、ね、色使いを、このユーカリの色っていうのはすごく好きですので、匂いもいいですね。僕はアメリカにいた時、あのサンフランシスコにいたんですけど、サンフランシスコの近くのサンマティオというところで私あの学校卒業したんですけど、学校卒業したっていうよりあのハイスクールの夜間校行ったんですけど、その時にね、そこでご厄介になったあの方のお宅がやっぱりあれです。あ、そう、見てくれてるんです、その方。もうね、もう今から何年前ですか、50年前の話です。もう1世紀前ですけど、見ていただいて本当にありがとうございます。この前ね、たまたまメールいただきまして、見てますよということでね、本当に嬉しいです。今どうなってるのか、あ、そう言ったら失礼ですけど、私が修行したあのお花屋さんです。あのサンフランシスコにあるんです、あのサンマテオにあって、お店にも、お店はあのサンフランシスコにもあるんですけど、そこで、修行をさせていただいたんですね。アーサムというあのお店なんですけど、ね、さあこんな感じで出来上がってきました、ね、でこれはどこへ使うかというと、この下の方にこうやって使っていただくと面白いですね、この元にね。さあここちょっときれいにしましょう。私あの
用意するの忘れてしまいました。紐をね、ごめんなさい。花束ですので必ず麻紐で、用意してください。ごめんなさい。それからあとこのね、ヒューケラ、これをこういうふうにして広げた、ちょっと今日ねヒューケラちょっと開いてないんですが、ここにこういうふうにした感じでこう入れ込んでいきます。これで裏ですので、裏を見せるためにこういうふうにしてやっていただいてもいいんですけどね、私は表にしてこう刺していきますね、こうにして、でこう重ね合っていくと綺麗ですね、ヒューケラを。そうするとこういう感じね。さあこんな感じで出来上がる。どうですか、こういう感じね。だん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 最近ね、こういうまん丸くなるのが私の趣味になってきしまいまして、それで、ここのバンディングポイント、ここがバンディングポイントになります。ここがね、ここが今持っている人差し指と親指のところが、バンディングポイント、そこにしっかりこう止めるようにしますね。それでこうしていつも言いますけど、1周2周ぐらいはあまり力を入れずに、で3周目にクックッ、3周目にこうにして軽くこうクックッとこう入れる、ね、やはり一番大切なのは、あまり締めすぎてもよくませんけど、よくないですけど、こうやって締めることにおいて、こうにして、それでここをね、いつも言いますけど、この縛り方は静岡の生産者、まあ日本の生産者は結構使いますけどね、私が韓国でデモンストレーションした時、皆さんこれね、縛り方やってくれてたからよかったなと思ってね、今から30年前から、韓国、台湾、シンガポールとか、タイとかそういうところに行ってる時に、皆さんこれデモンストレーションして30年って言った人、本当一昔ですけど、そこで皆さん使ってくれました。さあこんな感じでバンディングポイントを全部して、でこういうふうにしてやりますね。それであとは舌をこうにしてやるといかがでしょうかね。スタンディングストラス、きれいに回っていると綺麗ですね。ちょっとこれきれいにします。いかがでしょうか。こんな感じの、今日はリボンブーケを使った、でリボンを使うことにおいてエレガントになりますね。それですからエレガント、こういうな、見ていただくとよくわかりますけど、もっと見えますか、こういうにしてね、このぐらいで見ていただくといかがでしょうか。こういうにしてね、エレガントに、こうワールド系っていうのはすごく、なんていうんですかね、ちょっとこうシックな色、それにエレガントにするためにはこういうリボンを使うといいんじゃないかなと思います。さあこんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。皆さんのリクエストどんどんください。もう最近でリクエスト結構多いんですよ。嬉しいです。枝物を使ってほしいとか、それから ミニブーケ、小さな器に花を生けてほしいとか、昨日この 2,3 日来たのが結構そういうのが多かったですね。それからあと、そうですね、私が思っていたものを作ってくれたっていうのはね、気があったんですね。そういうのもありますので、どん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 リクエストいただくと嬉しいと思います。じゃあそんな感じでまた見てください。